こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。音声メッセージ夢花コレクション始めていきましょう。本日も、まあ、大したことはなく、大したイベントはなく、ガチャをと、巡業を中心に行ってみたいと思います。お金ですね。お金は大事です。ライブしましょう。相手は有馬妹が2つあるのか。さあ、一応 59対41 ですね。もう相手に付き合えて、これはでもそんなに押されてない。さあ、こちら黒川だ。一気に本人だけアップなんですよね。これは圧倒的な差がつく。さあ、どこまで、そんなに押し戻せない。さあ、漫画と、これも意外と苦戦している。さあ、箱根風花一人目ですね。これも強いな。しかしなんか力つけてますよね。案外風花弱い。相手の風花弱い。一気に押し回します。さあ、コンピラ。これも勝ちます。勝ちですね。さあ、どこまでいける ?6 局目に突入した。おっと。金弱いな。でもそんなに押しも押されてないです。さあ、箱根の方が全力箱根男子。1万超えましたね、攻撃力は。さあ、これでとどめ刺したか。勝ちましたね。7局目で、決着をつけました。続きいきましょう。さてと、どこが行けばいいのかな。どんどん行きましょう。なんだろう、何をオレンジの旗を持ってるんだが、どうしよう。諫早市か。こっちですね。雲仙確実に進んでいきましょう。ライブでどんどん人を集めないといけません。それとともにパワーアップさせていたい。このお金をどんどん稼いでパワーアップさせていきたいですよね。パンダを、パンダの癒しを。議長さぬき氏となってますが、そ
公演に行きたいですよね。さあライブやりましょう。2回目のライブです。これ終わったらね、歌合戦やりますか。おっと勝率は51対49、結構接戦だ。さあお互いにスキルを発揮します。攻撃力をアップさせてますね。いやダメージ量が多い。さあ相手は同意済みだ。こちらは花巻で応戦する。おっと2つパワーアップして、さあ霧島ハロウィンバージョンの霧島ですね。さあどうだ、これも勝った。おおっとギリギリ踏みとどまられたか。さあ木の先有馬を貫く、有馬を貫くかっこ物理。おっと貫きたくないってことですね。有馬風花2人目ですね。おっと妖精ですね。パピオン闇に舞う蝶ですね。さあこれは勝ちましたね。さあこれで勝ちました。5局目で決着です。さあこれで花巻が SR 花巻が200を超えました。さあ次歌合戦です。各自1回ずつやっていきたいと思います。さあ歌合戦は長くなるんで聞くだけでスキップできます。おお危ない危ない。最近勝ててるようになってるんだけど、相手も結構強くなってるのかな。ステージを盛り上げるのだということです。風花が出てます。風花のこの影が結構闇を感じさせるんですよね。さあ お仕事ってことですね。これも完全勝利です。さあガチャ行きましょう。湯の花セレクションガチャっていうのが今日が、6日なので明日翌日7日前開催なのか。湯友ガチャですね。まずは3回引けますね。10回ガチャを。さあアイテムのみ、もう一度行きましょう。温泉娘で来ないですね。温泉娘は出てきませんでした。さあそして今が湯の花セレクションガチャと温泉レアガチャとの両者ですね。でちなみに提供割合見てみますと、ハニカミポージングのリンカと、なんだこのオープンエージェントの登り別って、名教止水の道後泉はいつも通りですよね。他に草津が、草津
箱根も2バージョンあるんですよね。鬼怒川、玉造、白浜、花巻の SSR もありますよね。ひとまずこれを、3回と10回ガチャ行ってみたいと思います。なんだろう、玉名か。CV 久保田梨沙だったかな。さあこれはミヤサ、鳥取県のミヤサ温泉だったと思います。さあうなずきですね。そして、10回ガチャにチャレンジです。おっと、いやめぐい SR かな、湯の川の SR 来ました。これも SR かな。おお、熱海の SR ですね。これスキル上がるんじゃないの。よもんせ、おお、なかなかファッションもそれぞれおしゃれですね。お、河口湖来た。ん、 CV 大西沙織だったっけな。これも SR かな。 SR じゃない、またあら。龍神温泉だ。なんか狐感ありますよね。ここまでかな。お、これ SR だ。会計だ。ロンリネスマイセルフだって。これ全部ですね。おーっと、一つは音量です。あんまりでも音量良くないんですよね。SR、ニューが、2人って言っていいんだから、精霊だからな、これ。で、熱海がレベル10なんで、熱海も育てていく価値ありますね。熱海どこにいる？熱海はこれかな？で、うなずきですね。ピラもいますし、あ、違うわ、熱海は育ててるんだったっけ。強化を見た方がいいな。これか、熱海。これ熱海80まで行ったんですが、これでスキルが10になるのはすごいありがたい。あの3位伸びしろがありますからね。レベルアップですね。そしてレッスン、鬼怒川76までか。
小槌も手に入れました。巡業です。あと1分ですね。さあと高山を、ライブ行かせましょう。こういう風に時間の使い方も非常に鍵になってまいります。863で行くか。みなかみです。さあ65ですね。さあ別府、あれ別府って2人いる。さあこちらのスキル、ただスキルの伸び幅はそんなに高くはない。さあ銀山小雪どうも泉とです。結構具は悪いような気がしますけどね。それでも勝ちますね。さあ水上スケット水上です。さあなんだろう、ベストファンサービス、おっと3つもスキルは、つけてきた。あ、これは決まりですね。強い。そうか、別途2人いるんだ。2人いるんですけど微妙に表情が違う。これはあの別アイテムと見なされちゃうんですよね。さあ2人が、巡業を完了しました。すぐに道南へ、道南をどんどん、北へと進みます。さあ一方香川県、お姫様だと言ってます。さあ月岡のライブに行きましょう。ライバルを、風花にはライバルを当てましょう。さあどうだ。さあ風花一人目と対決です。あー強い、風花強いな。これおっと一気に抑えた。ミュート温泉北骨と東北対決ですね、これきっと。なんとか勝てた。ちょっとは戻したが、さあ長良川はどうだ。お強い、向こうのアニマツ風花強い。これはちょっと苦しくなったぞ。相手の方がスキル発生か。それでも勝ちます。有利ですけどね。さあ平崎那須とぶつかります。さあこれもスキルを上げていきます。さあこれはいい感じで62対38になりました。さあ月岡 SSR 対決かな。リフレクト、相手の風花は強い。戻されます。さあ長良川、勝て、おお勝った。さあ一気に押したいとこです。負けた。なんとさあ清崎に風花ライバル対決です。何を貫く思いが届くか。お、これは勝ちましたね。風花に一気に押します。
車ラスト。しかしこれはやめました。どこへそんなに戻されなかった。一応勝ちは勝ちですが完全勝利ではなかったです。さあ続いていきましょう。お、なんかすごいぞ。イノカーだ。またライバル対決。さ、こっち。しかし何のスキル持ってないのか相手は。それでも風花強いですね。もう巣の力が風花強いんですよね。さあイノカー、この大胆な衣装なんだ。すごい12,000。おっと一気に押します。さあセンター草津が相手です。もがくれってなんだ。相手そんなに熟練度が高くないのかなと思います。勝ちました。秋ですね。秋も深まったというか、もう秋は終わりです。さあ、このアイテムは、時間短縮のアイテム、腕時計が使えます。腕時計を使いますとこのように修行が終わります。はい、そしてですね、温泉娘総選挙というのが行われます。こちらですね、ツイートで投票するってなってますね。キャラを選んで投票すると、ご覧の通りキャラの中は投票できます。私は風化推しなのでこんな感じで隠し味にサイダーを投入っと完成。あれなんか泡まみれだけど気のせいかなかな。まあ、このいう風に、プロフィールが掲載されまして、すでに投票してますね。ツイッターアカウント一つに対して一つを投票ということで、他にもまあ長井梨花あたり、長井梨花というか箱根さやかあたり。さあみんな今日も盛り上がっていこう。アイドルってスポーツみたいで楽しいね。非常にまあ箱根駅伝が行われるところなので大会系のまあ元気っ子ですね。登山といえば箱根にあるんです。箱根の尾根伝いに芦ノ湖まで、湯本から芦ノ湖まで行く登山ルートもあるんですよね。それが昔の東海道だったと言われております。これらはみんなスプリングスなんですが、ライバルユニットもありますね。リーダーは鬼怒川ヒューガ、 CV が富田美優、暁、アイドルパフォーマンスか。
いろんな子たちと勝負できる。もちろん私たちが一番になるけどね。こんな感じですね。センターですね。これも大会系ですね。このように今音声娘はたくさんのユニットが構成されています。これが主力ユニットのスプリングス、暁、さっき挙げた暁、あれ一人消えた、あれ説明すると消えるのか、いや箱根さえは健在だからなんで消えたんだろう。それからラッシュスターですね。お、サッツンもいる。指宿温泉です。エリナ頑張った。よし、ちょっから砂蒸し風呂に行ってくる。だからそうめん流しのこれ預かっててもらっていいかな。ダイナマイトボディですね。そうめん流し、すごいな。バスト91です。そしてアダーラですね。ちょっと妖艶な感じがします。生まれついて後期で優雅ってなってます。常に自然体が一番。さあ共に歩むわよ、最強の頂へ。私たち以外の雑魚は下がりなさい。強いです。こんな感じでアダーラも結構たくさんいますね。イカホがいたり、プチコローラですね。チコローラ、CV 鈴木エリ。アマンチュですね。アマンチュの主役なんで、アマンチュが伊藤を舞台してるので、そういう絡みはありますね。むやみやたらに他人に愛想を振り向かないってなってます。真面目な温泉娘っぽいですね。そんなに熱くならなくてもいいんじゃないですか。普通にやればいいんですよ、普通に。それか、大湯レディ。最近加わった新しいキャラです。キャラというかグループですね。小野崎。定山系泉行ってみましょう。新井さん、やっぱり、ここ、新井さんになるのかな？可愛い子を見つけると、なんだかいたずらしたくなっちゃうね。くふふ、あとでスカートめくっちゃおう。こんな声だったっけって、まあ、こんな声なんだけど、微妙に違いますね。なんか微妙に演技変えてる感じだな。新井さんっぽくはないな。こんな感じですね。お湯レディってお湯から多分撮ってるんでしょうね。すごい面白い。横島がついさ過ぎだった子が存在するってなってます。まあ総選挙があったり、バージョン 2.0 がもうすぐ公開されるみたいで、いろいろマイルっていう要素が追加されますね。実際歩くことでこのマイルが追加されて、アイテムと交換できるというみたいです。それから自分で、場所を設定して源泉を開くことができます。これはイングレスみたいに位置取り争いなのかな。他にも操作性の改良が
施されるようですね。時間短縮を行います。今新居浜にいるのか。西条行ってみましょう。伊予西条です。ここまで遊んでみました。音声娘、これからもあのイベントとかバージョンアップがありますんで、引き続き、追いかけてみたいと思います。あとですね、これ縦画面なので、編集ソフト、今まで、16対9の状態出力されたんで、縦画面というか左右に黒帯がついてしまってて画面が小さく見えてしまうという問題はあるんですが、最近あの YouTube も縦動画に対応するようになりましてたので、縦の今パソコンで持っているソフト、ベガスです。ベガスプロで縦画面の動画の出力が出てできるようなので、そちらもあのチャレンジしたいと思います。はい、以上になります。はい、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。